はい。はようございます。竹山から出てきました。竹山から。今回ね、これ竹持ってたんですよ。はい。竹っていうのはあの飾り、夏の飾り。夏の飾り。うん。夏の涼しさっていうのを感じてもらえればいいかなと思ってね、はい、持ってきたんです。ただ、今のこの状態だと葉っぱが込みすぎて、うん、こっちが全然見えない。こっちっていうのは奥側。奥側が、うん、こういうところも草がいっぱいぼうぼう生えてるような感じになってますからね。こういうのを少し整理するしていって、はい、涼しさを感じさせるように作っていきたいと思います。はい、で、これはね、黒竹なんですけど、黒竹ここにね、青いでしょ、これ、はい。今年出てきた竹なんです。タケノコ。今年の5月にタケノコが出てきて、はい、ずっとこう成長した。うん、今までね、こう肥料をかなりやったんですよ。今までこんな太いのが出てこなかった。うん、かなり太いと思いますよ。で、タケらしくこうなってきて、このタケ、タケのタケ、長さ。タケのタケね。長さもね、これはかなり皮むいて、はい、手入れてます。あ、これは何にもやってないの、これ。なるほど、大きさが違う。ここがこれ。だから去年の動画でやったその高さを抑える方法、そうってやつですね。タケノコのね、はい、皮を1枚ずつ剥いてって、うん、それでこの節と節の間、この間を細かくしていくって。うん、ただね、これタケノコの皮を剥くだけじゃね、うん、背は伸びちゃいます。うん、一番いいのはね、水、うん、水を抑えて、水がなくなってくると葉がね、こうチリチリって巻いてくるんですよ。うん、そこまで我慢してる。あ、結構でも怖いですね。うん、それ怖いんですよ。あ、だからそこまで我慢して、それから乾いたら水をやると、そうするとこの高さが、うん、もっと縮まってくると思う。なるほど。この節と節の間、これ管っていうんですけど、うん、これが立ち上がりの部分がこう短い、はい、だんだん広くなって、くるとまただんだん狭くなってくる。そういう作り方なんですよ。うん、これまだ完璧にできてないんですけど、そういう作り方が一番竹らしくですけど、でこの中で竹らしくなって、これは結構竹らしくなってると思います。で、1年もするとね、黒くなってきます。うん、で結構ね、手間がかかります。で5月は風が強いですから、皮むくとね、竹が弱くなって、竹がポキッと折れちゃう。で、そのために補強のためにこうアルミ線、前やりましたけど、やりましたね、こうずっと伸ばして、タワークレーンみたいにこうガーッと伸ばして。タワークレーン。そう。でね、今これ全体的に見ると、はい、さっき言いましたけど、暑苦しい。うん、それと、この長さ、はい。大きい。ちょっと長いかなって。うん、ですからこれね、長い、これが一番長い、これも長い、うん、これも長いでしょ、これ、はい、長いから、こういうふうにね、高さをこうやって切っちゃった、はい、こうに切っちゃった、うん、もうこれ頭絶対出てこないですから、こう切っちゃった。あ、でこっちは伸びないですか。縦皮はあれってことは縦皮はできないですよ。普通の、木だと、頭、芯を縦皮できるでしょ、はい、もう切ったら、これ枝は枝ですから。こういう竹の盆栽たまに見ますけどね、はい、盆栽では粘り、立ち上がり、コケ順とかそういろいろありますけど、竹についてはこのコケ順がないと竹らしくなって、ぶった切り抜きになっちゃう。うん、で今なぜこう切っちゃったかって言ったら、これいらないです。いらない、外しちゃいます、はい、根元から。これね、切ります。さっきの木の根元いいですか、はい、これ、うん、で、もう一本この長いのもこれ取っちゃう。抜くときは元から抜くってこと。元から抜かない、もうこういう風に切ったらぶった切り抜きになりますから、うん、竹じゃなくなって頭絶対作れないから、コケ順がなくなってしまいますからね。なるほど。これはこのままになっちゃうから、例えばあとタケノコの時点で途中からポキッと折れたら、こういう状態になってしまいます、うん、風で折れますからね。これも抜いちゃいます。ここれもちょっと長いから、もうこれもいらないかな、こんな感じですよ、はいはい、これも切っちゃいます、うん、そうするとこう高さのこう調整っていうのが出てきてきたんじゃないかなっていう感じしますね。で高さ全部縮まってる。でこの管って言いますよね、これね、竹の幹全部と、はいはい、ここが仕掛け、根っこなんですよ。根縁って言いますけどね、この根っこの間からこう竹の子が出てきますから、こう、うん、
こずっとこれ今年出たタケノコ、こう根縁のこの節のところからこう出てきてる。ですから竹ってのはね、どこへ出てくるかわかんないから、うん、ちょっとやり難しいんですけどね。なるほど。じゃあこういうふうに大きくさせないために最初にやると、そう抜くしかなくなっちゃうから。そう。ということです。竹の子の時にどういうふうに手入れしていくかっていうの、はいはい、それが一番大事だと思う。うん、もう大きくなっちゃったら小さくできない、先みたいにぶった切りになっちゃう。うん、そういうこと。はい、これ先ほど。黒だね。黒です。さっき言いましたの根縁地下茎がこれ鉢じゃないんですね。これはみ出してずっと出てくるんですよ。これこれをちょっと中へ探り込んでして、探り込んでもね、これどうせ後で切っちゃうような形になりますけど、でこれずっとこう見ていきますとね、こうこれはね、この根縁に鳥竹かけた鳥木の竹バージョン、そうそうそう、竹バージョン鳥竹、うん、鳥竹って言葉がないと思うけど、これはねこんな感じになってます。これ地下茎見えないかな、これそこからつながってる、そうこれからつながってる。でここに、うん、水苔巻いてるのか忘れちゃったけど、水苔かバミキライトでこう、うん、ビニールで包んでます。時期的にね外していいかどうか分かんないんですけど、試験的にこう鳥竹やってみたのでこう外していいです、はい、そうすれば全体的な景色も出てくると思います。これ小さく作れるな、そうですね、このまま正月飾りにしようかなって。やっぱ鉢がちっちゃかったらこれもちっちゃくなるんですかね。そうなんだよ。 ただね、こういう取り木とか植え替えする場合は、うん、この地下茎と生き、これ一緒じゃないとタケノコ出てこないですからね。だからここで言うと、例えばこれ株分けするとします。はい、そうするとこれ全体、これ全体で取んないとダメです。はい、地下茎がずっと待ってるから、こう出てるのが地下茎だけを土の中埋めといても出てこない、出てこない、これがないとダメです。でもだから根と木がないと、そうみたいなこと、これ必ずこれつけ、これと地下茎を一緒にしとか、これを飾れるようにやっていこうかなと。いくらかはもう隙間ができてきてるんですよ ね、 うすね、うん、正面がねこう変わっちゃったかな。あの一番大きいのがね、うん、若い枝になりましたね。これがね逆になったかわかんないよね、うん、ちょっと回してみますね。こんな感じなんですよ。やっぱあれがね、親が逃げちゃったね、大きいやつが、うん、一応ね植え替えにつけたら逆にしてもいいけどね、うん、橋の正面っていうのは切り込んでる方正面なんで、うん、ちょっと合わないかなって、親木の後ろに逃げちゃってますからね、はい、植え替えの時また変えるから、ね、一応これを正面として、はい、もっと竹の隙間の間にある細かいものを外してきます、はい、向こう側ね綺麗に作って見えるように取ってきますから。そういうのいらないんですか。こういうのがね時々出てきますよ、この節の枝から。はいはい、これをそうでしょ、なんか枝みたいな、そうこういう、でもこういうのは取っとくんですよね。こういうのもね、まだ低いかなっていう感じ。あ、低いやつを取ってくる、うん、全体的に、だいたいね、このぐらいから下がなくてもいいと思う。ああ。このぐらいで、このぐらいでちょっと取ってきますから、はい、そうすると、向こう側も完全に後ろが見えるような形になる。この近い方から取ってきますね、はい、こういうのこれタケノコがね、こういう上のタケノコが伸び止まって、はい、それから出てくるタケノコなんですよ、これ、はい、止まりタケノコって止まりタケノコ、うん、伸びが止まっちゃってからこうやって出てくる。これもいらなかったらこういうの取っちゃっていいんですよね。だいぶ薄けてきてます。この辺がね、ちょっとこうなるかなって。でもだいぶ、だいぶこう、ね、涼しさが出てきたんじゃないかなと思うんですけどね。うん、で、まあこういうとこ、葉が重なり合って、はい、全然ちょっと濃いですよね、この辺がね。うん、こっち薄くなってきたけど、この辺がちょっと濃いなっていう感じします。
つ葉っぱを少し抜いてきます、はい、葉っぱの抜き方なんですけど1、2、3、4、5、6、7、はい、3枚でいいですこれ。こう両方こう持ってね、こう取ると1個取れる。あれ今どれだっけ。これか。でまだここあるんで、これこう取っていい。じゃないとこれ残りますからね。この状態ですね。そう。こうすると。そう。この状態にする。3枚にする。ああここもやってみました。ちょっと多いんでこれ。はい。残りいっぱいある。そう。これがね、これ1枚ずつ取っていかないと、葉っぱ切っちゃうんです。こう茶色いのがこう残りますから、皮が。だから、これとこう取っていく。こうに。下に向かって。順番にこう下から取っていく。簡単に取れます。それで、この芯を抜く人がいますけど、私ね、今回ね、芯を抜かないで、葉っぱを1枚にしたんですよ。これつけたもの。こんな感じで。あれこれ抜けちゃった。抜けちゃって。笹の芯とか抜くと高さが止まるって言うじゃないですか。そう。だからね、この芯を抜くと、長さが止まる、ね。これが残っちゃう。これが。はあはあ、これが。はい、で茶色くなってね。あこれね。くっ硬くなってくる。はい、これこれ。これ抜くとこれが増えてくるんですか。そう増えてくる。そうすると綺麗な枝になってくるじゃないかなと思ってやってみた。なるほど。普通はこれも取ると。普通これ抜いちゃいますけどね。うん、抜かないで、だって竹の成長っていうのはもうここまで伸びたら、うん、上に伸びないですかね。もう高さはね、最初から決まってるってことですね。うん、枝がねちょっとこう伸びてきた場合、こうやって葉っぱをこう減らしていく方のがいいかなっていう感じ。うんうん、これ抜かないで、これ抜くの大変なんですよ。うん、この量ですもんね。うん、でねよくね。こう重なってて、これ枝切っちゃしてるんだ、はいはい、これ竹の枝の出方ちょっと見てください。こう感じて幹があります。ここね、枝の分かれ目これ、はい、普通幹があって、そこから枝が2つ出てるんです。これ取っちゃって竹じゃなくなっちゃうから、うん、必ずここは真ん中に芯があって、そうそうそう、2本。私はそう作ってます。うん、これが竹らしい。でこうやって重なってるんで、枝をこう抜いちゃう、多分抜いちゃうと思うんです、はい、そうするとこういう竹の枝の出方じゃなくなってきます。なるほど。あんまり切らない方が。そう、切らない、切らないで葉っぱ減らしていった方がいい。なるほど。これを全体的にこういうところを葉っぱ抜いていけばいいんです。はい、この辺もそうなってます。これはね、一回ね2月過ぎかな、剥がりしてるんですよ。剥がりして新しい葉っぱが出てきてます。剥がりっていうのはどうやってやってるんですか。剥がり、葉っぱ切っちゃうんですか。こうやって、そうそう、ここから切っちゃうの。ここから、うん、こんな感じになる。うん、もう本当に葉っぱ全部ここも残さず2月に全部切るんですか。そうそう、なぜかっていうとね、古い葉っぱってね、こう先端が焼けてるのが多いんですよ。うんうんうん、これかちょっとこれは日陰に置いてあるんであんまり焼けてないですけど、うん、これ焼けがずっと入ってるんです、うん、これをなくすために私は剥がりします。なるほど。で新しい葉っぱ出させる。置き場所もね、やっぱり今ガンガン照りじゃないとこ置いてますけどね、うん、こうやって見るともう濃いところと薄いところはあるとね、この辺が濃いかな、うん、この辺も濃いかな、でちょっと多いなと思うところをこの作業をしていくと、向こうが透けてね、はい、涼しさを感じさせるぐらいまで葉っぱを抜いてきます、うん、でね、秋になるとこれ、これがふつーって入ってきますから、取りたけするんだよ、これ、ね、また出てきたら、うん、これはね、かなり走ってきますよ、これ、はい、鉢生えてるとこういうのはできないで、中でぐるぐる寝こまっちゃう。そうですね、まあ、そういうのやってるの動画はね、前に撮りましたから、うん、そう、それを見てもらえればと。そう、先生、他の竹をちょっと紹介してもらえれば、うん、じゃあ他のやってみましょう。小さいところの竹、名前からちょっとわかんないんですけど、これね、一回春に全部、うん、切ってます。これ小さい芽残して全部切ってます。あ、そうなんですか。うん、じゃあもう今年は伸びてきた。そう、今年になるとです。こういう芽がね、春、あ、それ芽、これがこう春ぐらいになるとこうチコッと出てきます。で、うん、こっちがもう先端が茶色くなって枯れた状態になる。ですからこれをね元から取っちゃうんですよ。こ
奥の目残して、でこれが伸びてきてるんです今小屋の中に。なるほど、うん、春ってだから3月とか3月ぐらいだったかなにバーって切って、うん、そう、これ見てくれ悪いんでね、こう先端枯れてね、はい、うん、もうしょうがないいやつでね、細いのだけ残して切ったんですよ、うんうん、そしてこれだけになって、これいいですよね、なんか、うん、これいい、大きさも竹も詰まるし、うん、葉の焼けてるところもないでしょ、これ、うん、これもちょっと涼しさいけるか感じられるかなって。それでこれね、ちょっとこれ皮が落ちないんですよ、これちょっと汚らしいですけどね、これね、皮が竹の皮、こちらのこれがなくなればいいんですけど、取るの大変なんで、うん、こういう風な形なかなか取れないと、うん、ピンセットで取っても大変なんですよね、うんうん、もう飾るわけじゃないんでね、そこまではいいかなっていうんで苦労してますけど、これもね、こうちょこっと飾るのいいんですよ、うん、これだっけ、あとグリーンクラブであったんでね、あああの時買ったやつ、そうそう、どこだっけ、修賀店か、一昨年の、一昨年、一昨年の修賀店か、行った時、風賀店、風賀店、あの時修賀店、修賀店、修賀だなかなかいいでしょこれ、はい、であとこれ、どっちか、これは姫妄想地区、姫妄想地区、大体盆栽、こっちは盆栽に向いてるかなって感じですね、うん、去年の動画でこれ植え替えしたんです、はいはい、でちょっとね、こう根っこ切るのは甘かったかな、もうちょっとこのぐらいで切ってもよかったかなって感じします、うん、今回ね、これはね、タケノコがやっと出てきたんですよ、こういうの、これとかね、それ今年のやつ、今年のやつ、これはね、今年の後から出てきたタケノコ、最初に出たのがね、この辺です、これ綺麗にできたでしょ、うん、まっすぐ、これとこれ今年のタケノコです、この君もう少しか色はこう変わらないでずっとこのまま行きますから、うんうんうん、このあの涼しそうでいいと思いますよ。でそれと同時にこれもやったんですよ。鳥竹。これも同じようです。外します。でまたここ出てます、これ毛。これがずっと出てきて、ここからまたこういうふうに見が出てきて、それを鳥竹しよう。これをいつかけたんですか。これはね、同じ6月ぐらいかな、6月、うん、6月、じゃあまだ3ヶ月ぐらい、うん、これは水苔巻いてんだ、で乾いてるしね、竹の植え替えっていうのは蓄水術、うん、蓄水術ってね、はい、蓄水日とか蓄水術とか蓄明日とか、その時に植え替えしなさいよって、新暦だとね6月の5日ぐらい、うん、それが旧暦の蓄水日、うん、今年はね、その時に大体かけた、なるほど、これ2つをやってみて、うん、これは多分ねもう大丈夫だと思うんですけど、ちょっと水の中に入れておくわ、うん、この竹はちょっとあんまり今回切らないで、うん、竹の子を出させるためにね、少しこのままで持っていこうかなと思ってます、うん、こういうのでこの近くに栄養分蓄えてますから、はあはあ、これしっかりしてないとね、こうちゃんとしたタケノコ出てきますけどね、なるほど、で肥料のやり方、これね肥料やってあるんですよ、これ見えないですけど、こう穴開いてるんですよ全部、ね、ん、鉄棒で打ち込んで穴開けてます、穴開いてます、これ開いてるでしょ、うん、これ肥料が入ってる、あのあれですか、先生よく使う白い丸い、そうそう、これはね、アイビー肥料か、アイビーかわかんないですけど、入ってない、アイビーかだ、あのマグアンプ、あどっちか入れてる、うん、どっちか入れちゃう、鉄棒打ち込んで、うん、穴開けてそこに入れてるんです、なるほど、上曲げたんで、ここだけあの元気出てくるね、うん、それから この竹はあんまりいじんないでね、少し置いておこうかなと思ってます、はい、でこれは培養ってことですね、うん、培養、うん、葉っぱをちょっと多めにつけておくと、こんな感じかな、普通ね肥料入ってないとこんなような色ですよ、うん、肥料がちゃんと効いてる色、これ濃い緑、うん、濃い肥料があんまりないのがこういう、こんな、これ新しい葉ですよ、こんな色してます、こんなちょっと薄いんですね、じゃあ濃い色が濃い方が肥料が効いてるんです、こう色変わってきますから、なるほど、肥料をやればタケノコの太いのも出るし数も多くなってきます、うんうん、タケノコ一番の大変な時期っていうのはタケノコの時期、
タケノコの時期毎日見て、皮は毎日見て、そうか、大きさをとどめるために、そう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 、で、雨に当たらないようにして水の調整していかなきゃ、なるほど、その時期一番大切、それ終わっちゃえばもうね、竹っていうのは伸び始め、ずっと伸びていって、うん、ずっと来て伸び止まりになっちゃう、うん、それ以上伸びなくなる、そしたらあと葉っぱを整理して、あのめくっていくやつですよね、そうそう、剥いていくんですよ、はいはい、ピンセットで、うん、ピンセットが変な風に入ると傷がついて、うん、こう入って、あ、そういう傷、こう傷、これはね、多分ね、あの風で揺れてアルミ線に当たったんじゃないかと思うんです、なるほど、でもっとひどくなってこれがえぐれちゃいますからね、で綺麗でまっすぐな竹がやっぱいいんですか、まっすぐでいいですね、うん、ちなみにもうこのサイズじゃできないですもんね、そんなこと、これはできないですよ、これはただ出すだけ、これでも何にもしなくてもこの大きさってことですよね、うん、これはね大きさ変わんない、これぐらいがいいな、もう大きさも伸びてもらってるからこれ大変ですもん、ね、これ名前が分かんないんだよね動画見れば分かるかも、昔の名前聞いたよね、うん、聞いたんだけど忘れちゃったね、なるほど、ということですかね、うん、そういうこと、はい、竹についてはね、いろいろ言葉とかおとぎ話とかそういうのいろいろありますけどね、あんまりいい話ってないのねヤブ医者とかね、ヤブ医者そういうのが出てきますからね、で一番代表的なのはかぐや姫、竹取り女、ああいういろんなね、竹の話するとね、いろんな1時間くらい、ね、話せちゃうここで喋ってるんですよ、本当に夏の飾りになりますけど、竹っていうのは手間もかかるけど、今エアコンで涼しくなりますけどね、うんうん、こういう見た感じの涼しさっていうのも、はい、盆栽としてはいいんじゃないかと思う、そうですね、私大好きですよ、竹が、今回ね、竹他にもまだあるんですけど、一応代表的なうちのやつ持ってきました、うん、はい、はい、以上です、以上です、はい、ありがとうございます、この時期だからいいですよね、うん、涼しげなやつね、うん